ブランディ・レッドフォードはアメリカ合衆国の女優、モデル、元ペントハウス、ペット・オブ・ザ・イヤー。SF テレビドラマシリーズ、アンドロメダのドイル役で知られる。新人深いキリスト教徒である。レッドフォードはコロラド州デンバーで生まれ、4歳の時にカリフォルニア州、レド・オンド・ビーチに移った。彼女はユタ州、日本、カリフォルニア州、ハンティントン・ビーチ、同タホコ。 ニューヨーク、オンタリオ州トロント、ハワイ州、カリフォルニア州サンディエゴ、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、カリフォルニア州ロサンゼルス郡にも住んでいたことがある。身長は168センチメートル、瞳の色はグリーン、毛髪の色は明るいブルネット、ブロンドである。彼女はスノーボード、読書、映画鑑賞、ショッピング、旅行、キックボクシングを趣味としている。 また、テニス、アメリカンフットボール、ホッケーの試合観戦も好む。レッドフォードは、アンドロメダ以外にも、ベイウォッチの第10シーズン、ベイウォッチハワイや SCI5 チャンネルのインビジブルマンシリーズ、その他多くの SF テレビシリーズにゲスト出演している。レッドフォードは、キリスト教徒になる以前に、ペントハウス、ジェネシス、 クラブインターナショナル、ハスラーなどの男性誌に登場し、性的に露骨な単独やレズビアンのグラビアページを飾った。彼女はジゼルの名で1990年5月号のペントハウスペットになり、1992年のペットオブザイヤーにも選ばれた。また彼女がミュージシャンのビンスニール、ポルノ女優のジャニーイン・リンデマルダーと 3P に狂じている。 プライベートセックスビデオが流出し、彼女に知らせることも同意を得ることもなく、ハードコアポルノ映画としてリリースされた。アダルトエンターテインメント界から退いた後、テレビ俳優としての名声を確立するまでの間、何本かポルノではない成人公映画に出演した。レッドフォードは、テレビシリーズ、ホイッスラーにおける、シェルビー・バーランド役の演技により、レオ賞の最優秀女演女優賞に、 ノミネートされた。ありがとうございます。